ファイトの達人、ファイトの達人へようこそ。この番組はごく少ない挑戦者がファイトの達人である梅屋ゲームズに挑戦する番組です。今回のゲストはこの方。どうも、梅です。はい、こんにちは梅さん。こんにちは。今日は何しに来たんですか？今日はファイトの達人を応援しに来ました。なるほど。じゃあ一緒に応援しましょう。はい。そして気になる今回の挑戦者はこいつらだ。いやもうそれ言わないでしょ、滑ったやつ。あれ言ってきます私、そしたら。いやおかしいでしょ、聞いたらそれ。いやこれ絶対 100% 滑るから。いやわかんない、120% 滑るから。今回わかんない。言ってみ。私、いやそこはちょっとやっぱ言わないと。言ってみていい。惑星足。いや今日もうなんか来たのは、なんか梅屋ゲームズのお二人、うん、最近ちょっとファイトリーグたるんでんじゃないの。そう、それね。デッキ編成もいい加減。そう、デッキ編成ガチャも適当。本当にねえ、もうちょっとやっぱ気合い入れてね。梅屋さんのひげが生えた頃が懐かしいですよ、本当に。本当に。本当に。いやだからちょっと2人に、ね、あのファイトリーグのファの字を思い出してもらおうと思って。そう、ついでに。あ、今日来ました。はい。今日はもう絶対2人にもう一回ファイトリーグ最高だねって思わせて、はい、ね、そうです。たるんだ気持ちをね、たるんだ気持ちを引き締めてもらうために、まあ、さあ行きましょう。Go。やって。やって。ゴーってやって。絶対勝つぞ。ゴー。梅屋ゲームズ。いやーこの二人どうですか。すごい、なんか真っ黒ですね。真っ黒ですね。うん、どうですか、強そうですか。でも多分梅屋ゲームズの2人の方が強いと思います。まあ僕もそう思いますね、うん、というわけで第1戦目をね、戦ってもらうバトルテーマを梅さんに紹介してもらいましょう。梅さん、それではお願いします。はい、最初のバトルテーマはこちら。じゃんけん。じゃんけんとはグーチョキパーをお互い出し合って、グーはパーに負けます。まあ、じゃんけん知らない人はいないと思うから説明はこのぐらいにしておこう。どっちが勝つか見どころだな。見どころですね。あー来ましたね。まさか乗り込んでくるとは思いませんでしたけど、絶対勝ちますからね。勝ちますよ。ちょっと待ってください。じゃんけんなんですよね。そうですよ。ルールがシンプルなんで、はい、ここはまず勝たせていただきます。いや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 、そこはまず勝たせていただきますよね。最初はグーじゃんけんポンでいきましょう。いきなり OK です。いきましょう。はい、いきますよ。じゃんけんぽん。シャーシャーイー。まず一緒。負けた。うん、やはり梅屋ゲームス。いや一本取ったな。梅っちさん、さすがのじゃんけんでしたね。そうだな、うん、まあ第二試合、はい、楽しみだな。楽しみ。ではバトルテーマの発表をお願いします。はい、第二回戦のバトルテーマはこちら。ババ抜き。ババ抜きはババ抜きは説明はいらないな。トランプでババを引いたらほぼ負けだ。というわけでどちらが勝つか見どころだな。わかるかな。くそ、あのサングラスとマスクずるくないか。表情が読めないんだが俺。よし、よし、よし、よし。これは梅屋ゲームス、梅屋、運がなかったな。あのサングラスはずるくない？確かに表情が見えないのはやはりババ抜きにおいてはかなり上位に立てると思うぞ、うん、というわけで次の最終戦だ。次は気になる最終戦だな。最終戦ね。
いよいよ、うん、どっちが勝つか楽しみだな。ここまでもつれ込むなんて思わなかったわ。確かに、あんな弱そうな奴らに何をやってんだ、梅屋ゲームスは。あんな黒い、何が惑星足。それでは、最後のバトルテーマはこちら。ファイトリーグ。ファイトリーグはゲームだな。これやんなかったらもう何の動画って感じよね。確かに、今回はいろんなルールの中からトランプを使ってマスを決める、奥マスを決めるルールを採用しているらしいぞ。新しいルールね。新しいルールだ。だから引いたトランプの次第で置く場所が変わるから、かなり運用数が強くなりそうなゲームだな。うん、楽しみ。僕たちはね、このデッキでやります。これは強いでしょう。いやいや、こっちの方が強いじゃん。このデッキでやりますよ。本当に本当に。まあルールが特殊なんで、はいはい、ですね、うん、まあ、負けられない。いや、まだ聞いてないよ、ルール。え、普通に戦うでしょ。ルール説明、説明しましょう。説明ルールあるんですよ。ああ、ルール、あ、聞いてますね。それで言うと聞いた程度。言ってましたよね。言ってましたよね。先に言ってたやつですね。はい、じゃあもう行きますか。はいはいはい、はい、いや、もう絶対勝つよ。いや、もう勝ちますからね、これはもう。そう、僕らもなんかふぬけたとか言われてるんでね。いや、ほんとほんと、どっちがふぬけないでしょ。どっちがふぬけて、どっちが別ゲーやってたか、はっきりさせてやりましょう。ほんとに。あいや、それそっちかもしれない。そっちかもしれない。これメッチだね。俺だね。というわけで、1枚目のカード。いや、これね、こちら俺か。君だね。まあもう出すの決まってるんで。まあそうですね、1枚目のカード。1枚目。おほら、名前がもうふざけてる。上ピロとかだ。ドン。9番です。9番。うわ、9番に。9番これ強い。はい、いきなり US 持っていると。うわー、これ処理できるのかな。盤面作ってこ、盤面作ってこ。これ処理できない可能性高いぞ。じゃあ僕ですね。はい、はい、じゃあこれ上から引く感じでいいんですか。はい、それ引いてみましょう。はい、来ました。はい、ドン。1番。あ、1番だと。 OK。 まずい。1番 OK。 1番って普通の僕から見て1番でいいですか。はい、そうですね。はい、いきますよ。ラッキー。ラッキー。やばい、やばいぞ。ラッキーしとるよこれ。まずい。ラッキーしとるよこれ。あー、どうも。はい、ようやめろ。うわー、まずい。まずい、まずい。バカ強い。やばい。テンションだけだよ。やばい、やばい。テンションだけ。バカ強いぞ。ここでガタロいなくなるのきつい。はい、引いて、これちょっと、ね、これ引いて、これ引いてよ、絶対。あれ場所がない。何番。4番。4番は、じゃあもう一回引き直してください。じゃあもう一回引き直しますね。はい、10番。場所がない。場所がない、場所がない。はい、ジョーカー、好きな場所。好きな場所。あー、マジかよ。いけ。あー、あったこれ。これは相当ラッキー。めっちゃ来てる。来てるよこれ、来てるよ。超絶来てるこれ。いやおかしい、おかしいでしょ。ゲームになってないでしょ。これはすごい。ナイスジョーカー。すごい、ナイスジョーカー。ナイスジョーカー。これはちょっと。ナイスジョーカー。いや、6番。6番。6番。はい。あ、そっか、こっちの6番。6番ね。で4番とかさ、ね、これ消してきやがったんだよ。そういうことそういや、消すでしょ。消しますよ。消すでしょ。それはね、うん、これマジかかってんな。そうですよ。引こう。よし、どのメンバーが出てくるか。はい、5番。いいよ。いや、なかなかこれいいんじゃない。いいよ。で、うん、大丈夫か。ただこれが出るのか。これ今12番12番ないから。9番はもうないけど、12番と10番10番出る。それあれもうもう1回もう1回か。そっちまでちょっとお願いしますね。これも繋がれたら まずいな、うん、これでもう終わるで。終わりますよ。これ終わりに行くで。終わりに行くで。やだ。12。よし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 。危ねえ。よし、ダメよ、ダメよ。相当厳しいよ、相当厳しいよこれ。普通に強デッキもついてるやつで。強デッキもただこれやばいぞ。これで8、5か向こうからそれ5引かれたら。いや、5ないの。5引いて。これ、あれでも7とかがなんか残ってると思うから。そうですね、はい、そしたらちょっと空ので、空のが、もしかしたら空のが8。もう一回引く、うん、やめて。3。もう一回引く、はい、
7、ま、もう一回引く、ちょっと、あ、ない、ない、ない、はーい、そう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 、違う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 、ジョーカー来た、前に、置けない、置けない、いいよ、OK、OK、OK、下がれ、下がれ、OK、OK、つながれ、OK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 、あ、上がる、OK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 、残り200、OK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 、さっきからジョーカーが、そんなジョーカーが、ジョーカー引かれるのはまずい、ジョーカー引かれるのはまずい、場所指定してもらわないと時間がなさすぎて、行くぞ、はい、3番は弱すぎる。3じゃなきゃどこでもいいのに。これしかないだろって。あ、これじゃない方がよかったか。で、おだって、おお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 早く打て、早く打て、負け試合は引き分けに持っていくのが、ファイティングバッサー、これ俺が鉄人で打ち忘れたやつやん、これ。そうだね、ドロー、負け試合は引き分けに持っていく、こういう戦いかよ。これがウェアゲームズのやり方か。汚いぞ。というわけで対戦ですかね。じゃあもう一戦いきましょう。もう一戦いきましょう。OK、 じゃあいきますよ、2試合目。むしろ1試合目はあの番号的なところでグダってしまったので、まあまあまあ、ちょっと話し合いしました。そこはね、やり方をね、はい、変えてね。じゃあもう梅ピロの時点ですごいふざけてる。本当ですよね、やる気ないもんね、本当に。活動違う会社作ってるからね。違う会社だからね。メガネとか見てる。どうぞ。来たよ、来ましたよ。じゃあまず1枚目引きますね、はい、1番です。1番いいの、強いな、攻めてくるな、うん、なるほど。ごちそうお願いします。毎日これはなかなか、でもこれちょっと展開的に言うと、はい、どとかとか取れた方がいいですね、多分。ってことですね。いや、でも両サイド埋められたのさっきめちゃくちゃきつかったですけど、取れなかったっすね、結局。そうね、そもそもあっちに向かわずのやつ、攻守考えるとね、攻守考えると。いきます、7番。なるほど、いいと思います、いいと思います。これはいい、いいと思いますよ。これはやるわ。あ、ごめん、間違えた。俺が見てるのダメにしてた。そうか、やろう。これちょっと今の見なかったことにしてください。で、上地引いて1個からいいっす、いいっす、もう僕のミスです。チョンボ1、イエローカード。僕からいきます。10番です。10番ってことは相手の3番かな。そうですね。なんで4A ってことはこうやな。ちょっと待って、俺ら弱いぞ、このルール。ダメだね、これ。いや、向いてないぞ、向いてないぞ。この7番も本来はあのガムシャラの下にあったってことだね。そうだ、何の意味もないやんけ、これ。じゃあ、ちょっと、兄、はい、ジョーカー。ジョーカーばっか引くやん。ジョーカー、ジョーカー、ありがとうございます。ありがとうございます。もうだって向こうは普通のファイトリーグやってんだもん、ね、うん、そう。俺らだけだよ、なんかわけわかんないことやってる。俺だけなんか何もない感じになってるけど、はい、いやもう5を頼みますよ、はい、もうこれはもう次5引きますからね。5でお願いします。もうあの分かってますから、私出てくるのが、はい、あ、6、あ、置けないんで、もう1回俺が置いたせいで4、置けないんで、もう1丁、もう1丁、5、はい、5出ました。ちゃんとシャークして当たり前に、当たり前に、そうはいとか言われても困る。当然のようにやってくる。普通に5番打ちたかったんで、おかしい。いやー、置きたかったわ。おかしいな。置きたかったですよね、今5番に。置きたかったわ、これ。ちょっと想定と違う。ジョーカーで4番埋めてんのせこすぎる。待って、おかしいぞ。いやいや、すごいよ。上がってるよ。ハイエナが。ハイエナも引き上げてる。すごい強い。3番だったらここやね。そうです、3番そこ。悪くないんじゃない。当てろ、当てろよ。いいですね。つかさに当てろ、つかさに。
素晴らしいジャンプボールさダンプアレックだぜ出たものはね素晴らしい梅地彦俺はどこ引いてもいいねどこ引いてもどこ引いてもダメどこ引いてもよい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 とりあえず引きますはい8番おーってことは5番だねおだからフェイティングバースト打ってあ、それと一緒、それだそれだはい、うん、素晴らしいうわでシャッフルしますか残り少ないんでこれ全処理じゃないのいこれ全処理全処理きた全処理しましたそうメイヤーのミスによって置かれた早いなんかいい働きしてます結局ねチート結局チートねただ見てほしいのは相手の体力がまだ3000あるっていう一度もリーダーに触れてないんだよはいはい、きた8番1番置けない3番置けない10番置けない置けない置けない12番置けますねそこですねいや強いあ、ごめんやべ、来たあ、ええあの、チート返し確かにそっちの方がそっちが強いんですチート返しでハエナを襲ってくるごめんなさいチート返しでチート返しでやっぱハエナ襲わないといけないといけない気持ちになっちゃって全然いいです全然いいですすいません本当いや僕があのチートが過ぎちゃって僕が最初にやったことだこれでトントンこれでトントンでねそうですこれでトントンでいきましょうトントンででもここを引きますねはいはい9番引けないはいチートだから5番引けました強くない強いこれでヤジとか来たらもう強いんだけどしかもこれあれなんだよね確実にこの大五郎来る感じになってるねそうですよ強いただ一つねまだ分かってないと思うんですけどまた引き分けっす待ってくださいよまたかよこれまたちょっともう今しかも5番ないんで5番ないんで5ないから確かにここからのワンチャンはないのかいやちょっとこれのワンチャンあるんじゃない1番ジョーカー来たよえこれでいいんじゃないこれでも置いていいですねダメだったわおもしかしてあれフェイティングベストまたかまたかよいやもうこれはもう無理だこれはうんもう知らない梅地置くとこはもう限られているいやもうしょうもないこれ引いても6番4番7番おー来た行く？いや、ここ。うん。俺らはこんなところで負けない。お、いいですね。こっからだから。こっから行け。こっからっすよ。お、見せて。行く、見せる。はい。見せる。俺の遊戯センス1だから。お、はいはいはい。これありますから全然。こっからですから。はい。いやちょっと。これしかね置く場所しか一個しかないんで、はい。もう引かなくていいです。引かなくていいですか。引く意味ないです。はい。引かずでいいですか。はい。じゃあすみませんこれで。はい。はい。うん強いね。あれとか負けやんなこれもう。もう600で負け。どうもじゃないですか。どうもじゃないですか。まだあの。ライゴロがいきなり死ぬ可能性もあるから。すごいファイターできてんじゃん。え？引き分けてるじゃないですか何やってんすか引き分けてるじゃないですかあれあれあれ私置ける場所ないはいドロードロー2度目のドローこれ多分、うん、僕らが悪いんじゃなくて、はい、相手のデッキが引き分けないで来てると思うどう考えてもありますね、うん、これらまさかの2戦連続引き分けはさすがに聞いてないわよ、うん、ファイトリーグの腕前は多分同じぐらいなんだろうなだから最後にもう一回じゃんけんで決めてもらうことにしようかうんうんじゃんけんでじゃあもうここはもうじゃあちょっとバッチさん最後じゃあちょっと行きますねうん絶対勝ってよ分かりました頼むぞ懲らしめに来てるから懲らしめにあんな言われて負けて終われないよそうだよ負けだったら俺もこの動画編集しないからそれはしてそれはすいませんしますそれはしてバッチさんのあそこの
あそこの足。違う。映ってない、映ってない。ちょっと危ないやつ。違う。足のほう覗いたら。見えた。よし。見えたぞ。絶対それ違うもの。行けいきます。最初はグー、じゃんけん、パン。あるこんな盛り上げる。本当に。いきますよ。いや、違う。いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。おいおい、おい嘘だろ。ファイトの達人の座は譲ろう。俺もなんか達人の座は譲ろう。やったわ、達人だ。達人ですよ。マジか。土壌破り。いやー、ほんと来週からこれできる。これできます。じゃんけんで梅屋ゲームス負けたな。おかしいじゃない、ちょっと。まあ最後にこの番組では挑戦者を募集していません。募集はしていません。はい。達人になった新しい達人はあっちの二人なんで。あの二人組ね。はい。あっちの二人に応募してくれ。はい。概要欄にあの二人のチャンネルも貼っておくので、挑戦者はぜひあっちの方に連絡してください。そうだな。こちらは挑戦は受け付けておりません。受け付けておりません。負けてよかった。よかったわ。はい、というわけでまたね、次回のファイトの達人もありませんが、またな。バイバイ、ね、というわけであれですね、はいはい、ファイトの達人という番組はあの以後引き継いでいただけるということで。なるほど。はい、はい、じゃあ使ってて負荷がかかったじゃんファイトの達人今後はね、達人を盛り上げていってください。いろんな方たちと連絡取り合ってね、はい、お願いします。お願いしますね、これをぜひ。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にまた楽しかったです。遊びに来てください。ありがとうございます。見てくれた人もありがとうございました。また次回。すいませんでした。失礼しました。